それじゃあカウント始めるぞ。5秒前、4321ゴやばいぜ。流れるようにスムーズさ、そうこれそうだぜ。ガリガリに攻めているわけでもないぜ。ついに攻めるのはなぜか、こんなもんじゃないはずだ。ドキドキするぜ。しようだぞ。初めて一人乗務した時みたいな高揚感、五感の全てを総動員してこの体に刻みつけてやる。さあ見せろ、超人的なスピードの本質を。タイムアタック並みに攻め込んでる。全然当たらない。後ろからじりじり来るような嫌な感じのプッシャー、どこかで会ったことがある気がする。どこだっけ。そうか、分かった。学芸大学を通過して藤原が先行。差は開いてないぞ。スタートからポジションは変わらずだ。相手のドライバーはドラテクよりも戦略で勝つタイプ。現存しない車を持ち出してきたことは想定外だな。旧五線形だったのはむしろ幸運だ。藤原が俺のアドバイスで気がつけばいいんだけど。なら心配ねえな。藤原は D に入るまでたった一人でずっと勝ち続けてきた。あいつのひらめきの凄さは俺が一番知ってるんだ。なんだ、関西最速ダウンキラーって。こんなもんなのか。期待して損した。なんかつまんない。さっさとぶち抜いて終わらせる。俺何を言ってるんだ。乗っ取られてる。バトルに勝つことが目的なんだろう。だったら誰が運転したっていいじゃないか。違う、そうじゃない。走り屋のプライドがかかってるんだ。俺が走らなきゃ勝っても負けても意味がない。契約は取り消した。今すぐ元に戻せ。わけがわからないよ。どうして君たちはそんなくだらないことにこだわるんだい。信彦君は考え違いをしているよ。命をかけるってこういうことなんだ。だろう。こんなところであっさりとワインに行かれた。あんなデタラメなツッコミで大外から抜くか。なんだありゃ、むちゃくちゃだけど早い。あ、うん、おっと、思い出した。この下品でブチ切れてバカっ早な走り、あいつだ。宝塚戦で絡んできた真っ黒の覆面のやつだ。俺に勝とうなんて、うん、100万年会える。来た。おー、前に出てるぜ。行くよ、まぶしか。呼吸の底力見せやれ。東小関を通過、五線が先行。すがだぜ信彦。このまま逃げ切ってくれ。京子、信彦がプロジェクト D に一泡吹かせてくれるかもだぜ。どうに。くっそ、マジきつい。ストレートではどうにかついていけるけど、コーナーで負けてる。けどこのポジション五線の挙動は丸見えだ。早いところ逆転の糸口を見つけないと。藤原が突っ込み負けするなんて
ただごとじゃないぞ。本当に大丈夫だろ。わかんねえよそんなの。藤原次第だ。さっき心配ないって言ったぞ。動力線は全長25キロと比較的に近いが、先に仕掛けて逃げ切った方が有利なのは間違いない。後半の線は藤原なら十分チャンスがある。ケースが俺たちにできることは何もない。藤原がそのチャンスを引き寄せられるかどうかだ。信彦が取った。関西最速のダウンヒラー、ハンキング手を完全に抑えてる。まさか。そういうことなのか。まもなく4番線に信彦が前だって。本当だ。よし、いいぞ、抑えてる。いけー。なんだ、信彦じゃない。どういうことなんだ。聞くのを過ぎた。ゴールまであとわずか。いっそこのまま勝ってしまうか。どうせ誰にもわからない。いや、ダメだ。なんとかしないと。信彦くん、信彦くん、僕の頼みを聞いてくれたら願い事を一つ叶えてあげるよ。いられないよ。ついていくだけでもギリギリな相手だけど、時々妙にユーズのツッコミをするのが気になってたんだ。余裕を見せつけて遊ばれてると思ってたけど、そうじゃない。あれ以上のツッコミができなかったんだ。車両重量は軽い方が良い。しかし鉄道はレールと車輪が鉄道し、摩擦が少なくてできやすい。ある程度の重量がないと燃焼がブレーキングではフロントに荷重移動し、粘着力を稼ぎ、上り勾配ではフロントに荷重を寄せて、粘着力が不足する。限界を超えた領域でのみ顔を覗かせる。これが超軽量車からの弱点。つまり、東急五軒系は、上り勾配の弱点に弱いってことだ。無助手のアドバイスも、こういうことだったんだ。アドバイス？何だ？チャンスは、ブラク。ここしかない。願い事を叶えてあげるか。違うな、そいつは自分で掴み取るものだ。ついていけないのは分かってる。だけど少しでも長くこの2000の走りを見せてもらうぜ。